サイピーのちょっとかじりまーす。ガチ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 。今夜のちょっとかじりますは岡山弁クイズ。今なんつったの？岡山弁のプロフェッショナル青山さんを迎え、コントの最後に登場する岡山弁の意味を大阪出身ユイポンとサイピーに当ててもらいます。いてててて、どうしたの？誰これバナナ置いたの？鉄板じいてひょろどうたんよ。さあ相田さんもなんつったもうでもね、だいぶ出来上がってますよね。なんならもう出来上がってるんですけれども、さあそんな中でサイピーユイポンはどういうのか。鉄板じいて、はい、正直俺も使ったことないし、多分そうですね、こればっかりは私もちょっと ね、はい、使ったことがなかったですし、これレベル私もどういうことかなって感じ。そうでしょ、うん、相当レベル高いですよこれ分かったら。はい、はい、さあということで、はい、はい、ゆいぽん。誰だよこのとこにバナナ置いたの、うん、誰がゴリラだ。あな、なんだ、そうですね、誰がゴリラ。ちょっと短いかな分かんないサイピー、じゃあ誰だこんなとこにバナナ置いたの、うん、よし明日の朝ごはんにしよう。ポジティブ鉄板じいて、ポジティブ。なるほどね、はい、いい前向きでいいわ。あの青さん、ちょっと正しい発音をお願いしていいですか。はい、ちょっとね、発音がね微妙だった。はい、鉄板じいてひょろどうたんよ、はい、鉄板じいてひょろどうたんよ。あ、うん、鉄板じいて、はい、はい、ケツ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 、しりもちに、あ、しりもちついて、うん、びっくりしたよ。あ、なんか伝わってくる、伝わってくる。パンがお尻、しりだから、じいた、鉄板じいてか、しりもちついて、うん、ほう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 、フロドータンよ、こけてしもうたんや。そういうことですか。でも、うん、だいぶ近いけどね、こけ手前ですかね。そうですね、こける手前ですね。こけそうになっちゃった。それをこけかけた、ん、うん、おお、え、しりもちついて、しりもちついて、うん、つまずいたんよ、つまずきかけたんよ、つまずいたんよ。お、半分正解、半分正解。近づいてきた、すべてつまずいちゃった、うん、つまずいてのつまずいて転んだ、ひっくり返っちゃった。あの言葉が出てきてほしいけど、ね、つまずい、はい、終了。青さん、惜しかったな、惜しかった。もう一息だったんだけどな。欠板じいて、欠板づいて、欠板づくというとつまずく。はい、正解。欠板づいてがし、あ、そう、欠板づいてがつまずいて、ね、いいですか。ひょろどうというのはよろよろすること、よろけること。はい、だから、鉄板じいてひょろどうたんよ、つまずいてよろけたのよ。こける寸前、そう、こけとった。よろけて落ちたよという、そう、トラブルですね、はい、うん、ことでした、はい、さあ、ということで、すごい、全然違う。リピートアフター青さん、はいはい、発音しておきましょう。鉄板じいてひょろどうたんよ、はい、鉄板じいてひょろどうたんよ、ひょろどうた、ひょろどうたんよ。そうでございます。鉄板じいてひょろどうたんよ、鉄板じいてひょろどうたんよ。はい、よくできました。はい、よくできました。残念者だから、もうみんなでバナナ食べようや。美味しかったからバナナ。ありがとうございます。食べよう。